マザー2のね、最小戦闘をやっていこうと思います。最小戦闘シリーズ第4弾、マザー2やっていこうと思います。名前をつけてください。はい、申し遅れました。私、エマと申します。マザー2やったことあります？皆さん。めちゃくちゃ面白いですよ、このゲーム、実は。まあ、さて、ここでね、まあ、今回の縛り内容について説明させていただきますと、まあ、今回最小戦闘でクリアしていこうと思いますので、必須戦闘以外はしないと。全部逃げる。で、ボスだけ基本的には倒していくという超困難易度プレイとなっていますので、お楽しみください。僕についてきてほしい？ついてきてくれ。しょうがないな、行こうかな。じゃあ、早速敵がいるね。どうしよう。ちょ、セーブし。これはですね、今回のコンセプトとしては、敵と一切戦いたくないので、敵と戦闘になるんですが、ちょ、これはね、逃げていこうと思います。低いうなり声やった。これ逃げましょう。失敗した。ちょ、待って。死ぬんじゃないか。ちょ、待って、倒さないで。ちょ、やめて。倒さないで、マジで。マジで倒さないでくれ。仲間にしたはいいものの、マジで倒さないで。倒さないで、マジで。本当に倒さないで。ちょっと待って。ちょっと倒しそう。逃げて、逃げて。逃げらんない。倒す、ちょっとやっちゃいそう。やっちゃいそう。ああ、危ねえ。危ねえ。このワンコに、このワンコに倒されそうになった。 やべえ。破綻しそう、もう早くも。ちょっと待って。マジで危なかった、今。最初の難関か？これ実はですね、マザース2にはね、敵消しっていうテクニックがありまして、画面をフェードアウトすることで、エンカウントをリセットすることができるんですね。このようにね。このように敵を消すことで、リセットできるんで、ほら、この通り。この通り。これをね、ちょっとやっていきつつ、全然敵消えねえじゃねえかよ。全然敵消えねえじゃねえかよ。起きと、こうやってね、こうやって慎重に進めば、さっきはちょっとミスりましたが、この通り、慎重に進めばなんてことないわけ。多少めんどくさいが、多少めん、うわ、でもすごい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 、ちゃんといける。ちゃんとできます。なんて縛りプレイらしい運びなんでしょう。来たね。謎の敵、久しぶりだな、ブンブン。このなんか戦闘前音楽いいよな。ギーグ様の計画を邪魔することにお前は昔から熱心だった。しかし、ブンブン、もう諦めろ。お前は英雄ではなく、ただの虫けらなのだ。叩き潰してやる。トゥ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 。さあ、初めての戦闘やっていきましょう。スターマンの息子戦ですね。まあ、彼は何をしてくるかというと、まあ、とりあえず殴ってみましょう。まあ、ブンブンが何かしてくれますが、1ダメージ、空振り、PK ファイヤー。これがなんとね、あれなんですよね。これあれか、跳ね返すやつじゃないのか。消してくれるやつか。まあね、ブンブンが倒してくれるわけですね。レベルが上がってしまう。ライフアップアルファを覚えましたね。キーうるさい小林だよ。死んで地獄へ行け。なかなかひどいこと言うやん。ブンブンさんが。ここがね、最初の街のね、まあ、ちょっと自分家はね、離れたところにあるんですけど、ここがね、このオーネットタウン。まあ、皆さんよく知ってると思いますが、スマブラのステージですね、オーネットといえば。こいつがね、チビ仲間になりてえのか。はい。突っ張ってんじゃねえよ。さあ、2戦目やっていきましょう。跳ね返りキッ、なんだっけ、こいつ。お調子者キットですね。こいつは倒さないといけません。大声で割れ出した。まあ、こいつはね、この通り無駄行動するので、楽勝で勝てると思います。13、痛いね。うえー、倒しました。レベル3になったよ、ついに。強すぎる。なんだっけな、こいつは。
フランクだ。お前は自分の名前くらい名乗りをふざけるな。いきなりいた。全然ストーリーが分かんないよ。さあやっていきましょう。3戦目フランクさんですね。こいつはガチで強いです。最初のボスのくせに34だと1だと。ちょ待って、総水準きつくない？ちょ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 ーん。でもちょっと待って待ってください皆さん、今の戦闘勝てる気しなかったんだけど正直1ダメしか入ってなかった。1ダメしかいけんのか。